こっちから見てそうですよ。そうするとね、検察官が起訴をするっていうことは、これは基本的にはちゃんとしていて、捜査も自信持ってやるんだから、これは基本的に有罪だと前提と裁判官が見えなきゃなんですよ。フラットなところかなと思ったんです。だから、実は、ね、1960年代に、平野さんという当時のその刑法官の刑事で、日本の司法はかなり絶望的だっていう発言をしてるんです。今からもう半世紀近く前ですよ。でね、それを解消するには一般の人たちのね、市民感覚を受けるぐらいしか方法がないってずっと言われてて、その延長上でついに裁判所ですね、仕方がないと思って今裁判員裁判になってるんです。ところが、それは裁判員の感覚それで、例えば一審で、裁判官の感覚とちょっと違う判決が出ますので、で二審で高等裁判所にそれを覆しちゃったりすると、ね、何のための市民感覚の変化があったのか。だから、そういうね、自白抽象主義、それから長所主義、こういうのがどこまでなくなっていくのかというその同時進行の問題と、このゴビンダさんの時代の刑事裁判所ね、それを悟るという検証をその検察の同時進行で考えると、そこが解決解決がつまらないと思うんですよ。その方がね、なんかね、そのちゃんと本当にやられてるんだけど、やってるんだけど、その遡ってみて裁判官として全然仕事もなかったから、ね、被告人の利益にってやってたけれども、それでも絶対にないと言い切れないっていうことをおっしゃった時に、そうなのかなってちょっと思っちゃったりして、検察のその変だなと思うところを検察がちゃんとこう見て、でも検察のそのおかしいなっていうところを裁判官がちゃんと見極めないと、裁判官がそれをちゃんと見られれば現在でもほとんどなくなるんだけどね、なんていう話をしてたんですけど、やっぱり検察とその裁判官、検察官と裁判官がなーなーになってるっていうのが多いみたいだから、笑い話みたいな感じで、ね、例えば新人の検察官が法廷に立った後に、ね、以前ですね、裁判官が経験した後で検察官を呼んで、ね、これを有罪にするためにちょっと証拠弱いから、そういう笑い話みたいなことがあったんですよ。だからやっぱりその収集の仕方なんだろう、収集の仕方も変えるから、その段階からつまり、感覚が、もともとのその、育ち方というかね、それをこう変えることとか、やらなきゃいけないこと、そういうのがたくさんあると思うんですよね。山口さんはもうビクビクしてると思いますから、なんか、今日監督が、それでも舞台やってたけど、
降気温横浜小田原ともに17度の予想です。千葉県です。北西部の今日は北西の風、海峡では時北西の風がやや強く、明日は北西の風の時東の風、海峡では初め北西の風がやや強く晴れるでしょう。波の高さ今日は50センチのうち1メートル、明日は1メートルのうち50センチの見込みです。千葉県北東部、今日は北西の風、海峡では後北西の風がやや強く曇り時々晴れでしょう。明日は北西の風のち北の風、海峡では初め北西の風がやや強く晴れの見込みです。波の高さ今日は1メートル50センチのうち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルのうち1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県南部、今日は北の風